こんにちは、前世猫男です。いつもご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらオズノポケット2とこちらオズノポケット3、それぞれどのように違うのか紹介する動画になります。動画後半では両機種で撮影した映像を比較しながら紹介していきます。オズノポケット2を使い始めたのは、私がチャンネルを始めた当初のこちらの動画たちですねの時に使い始めました。そしてオズノポケット3は2024年1月から使い始めました。そしてオズノポケット3を使い始めたのは2024年1月からです。で、動画はこんな感じでバッと出していますが、今この動画を撮影しているのが9月なんですけども、実際に9ヶ月間使ってどんな感じだったのか、そういった感想もまたお届けできたらと思います。それでは、1月購入して何も知らない状態で開封し始めた私の映像からご覧ください。どうぞ。開けていきます。よいしょ。はい、中身はこんな感じです。本体と、あと保証のメンテナンスケアを入ったのは2年分ついてます。早速開封していきます。よいしょよいしょ。あら。よいしょ。ピッと。よし。よいしょ。ダメだ、出る子。はい、中身はこんな感じです。説明書、説明書、説明書。これは多分アプリを入れて連動させるやつ。と、本体と、なんかです。じゃあまず本体の方から開けていきます。よいしょ。はい、本体はこんな感じで前のよりでかくなってます。で、これが三脚。で、これは下につける、あれだね、三脚用のやつと、こっちは多分 Bluetooth で飛ばすやつ。で、マイクと、これがマイクにつけるモフモフと充電コード。です。はい。この白い箱に入ってたのは、持ち出し用のケースです。まあ、こっちを使ってもいいし、こっちを使ってもいいっていう感じです。今回 DJI オズモポケット3でこいつを使います。対応機種。では、オズモポケット2と新型オズモポケット3の比較をしていきたいと思います。まず大きさなんですけども、見ての通り、ちょっと大きくなってます。画面の大きさが大きいので、本体自体も大きくなってます。なので、旧型はだいぶスリムな感じだったんですけども、ちょっと分厚い感じになりました。続いてボタンなんですけども、ボタンは新型では1個に対して、旧型は、合計で今3つあるような状態になってます。なので、操作性はより新型の方がしやすい形になってます。大きく変わった点は、新型に関しては縦型取りと横取りが両方可能になった点です。大きくなったことによって、だいぶ印象が違います。ちなみにこれが横型で撮影した場合、これが縦型に撮影した場合です。今だとインスタグラムとか、TikTok、YouTube ショートなんかでは縦型が多いので、縦で撮れるのは非常に便利です。多分重宝していく予定です。細かいところでいくと、次がこの下の三脚です。以前はアルミ製のもので、割とこういう形でぐらぐら動くような感じだったんですが、新型に関してはプラスチック製になって、ここが全く動かないような仕様になってます。これは人それぞれでいい悪いあると思うんですけども、私は個人的にいいのかなと思います。これだと割とここのネジ、裏側のネジが緩んじゃって、で安定しなかった時があったので、いつもコインとかで締めてるような感じでした。あともう少し細かい点でいくと、下のこのドッキングのとこですね、ここが良くなったんじゃないかなと思います。まあ、こちらも外しやすいんですけども、最後ちょっとパワープレイみたいな感じで外さなきゃいけなかったので、壊れるか心配になるような
感じでした。でもこっちの方は、これを押すと、あ、ちょっと片手なのであれなんですけど、ここを押すと、両側がこんな感じで浮くので、これをスポッと抜けば、すぐ外れます。細かい機能的な面についてはこの後画像で紹介していきます。それではオズモポケット2と3の各項目で比較をしていきたいと思います。まずセンサーサイズですが、2の方が1分の 1.7 サイズに対して、3は1インチとかなり大きくなっております。続いてディスプレイですが、2は小型ディスプレイとかなり小さく、3の方は2インチで、なおかつ縦横を回転できるタッチスクリーンになります。接続性については、2は Do It All Handle っていうのが必ず必要になってきます。それに対して3は Wi-Fi モジュールが内蔵されているので、直接接続が可能です。この Do It All っていうのはですね、ちょっと小型なもので、カメラの下につけるような形になります。ハンドルです。続いて撮影性能ですが、2は最大 4K60fps に対して、3は最大 4K120fps というのになります。この FPS ですが、まあ、より滑らかに撮影したい時とかに使われてて、動きの激しいものですね、スポーツとかそういったのを撮るのに最適です。続いてアクティブトラックですが、2は 3.0 に対して3は 6.0 になります。これはより被写体を追従能力を向上したというようになりまして、Vlog に最適なものになります。続いてマイクですが、2もコンボセットというのがありまして、こちらにマイクは搭載されています。ちょっとこの表記が誤ってます。で、3に関しては DJI MIC 2というトランスミッターがついてます。これはよりマイクの性能は良くなってます。サイズと重量ですが、2の方は見ていただいた通りコンパクトで軽量になります。3の方は画面が回転する関係もあって大きくなり、まあ逆に持ちやすいという部分はあります。ただ重量が 179g とちょっと重めになります。バッテリーハンドルですが、Do It All というものが2には必要になりまして、これをつけないとできません。それに対して3はバッテリーハンドルが簡単につけられるので充電も便利です。最後に価格になりますが、DJI Osmo Pocket 2は約 54,200 円になります。これはクリエイターコンボの価格になります。それに対して DJI Osmo Pocket 3はですね、約 96,800 円、こちらもクリエイターコンボなんですけども、値段で見ていただくとほぼ倍の違いが出てきます。機能面の説明終わったところなので、では実際にオズモポケット2と3両方とも撮影してみてどんだけ差があるか試してみました。その動画をこの後ご覧ください。
これどこにやるの？ここね。わあ、なんか FF7 みたい。ミッドガルのあれみたい。はあ、すげえ。まさにミッドガルみたいな輝き。やっぱオズモポケット3すげえ。めっちゃ綺麗に映る。おー、あれ意外にこっからのが綺麗か。ということで、オズモポケット2とオズモポケット3の比較をしていきました。で、ここで最後、私がこの9ヶ月間使って改めて良かったなと感じた点をちょっとまとめていきたいと思います。使っていて良かったなと思う点の一つとしては、映像が非常に綺麗になったというところです。で、どのように綺麗になったかっていうのは最後の方に紹介したんですけど、特に夜が非常に綺麗に撮れるようになりました。もともとオズモポケット2は夜に弱くて夜景の撮影とかがあんまりできなかったんですけども、オズモポケット3になるとその夜景がめちゃめちゃ綺麗に撮れます。で、マレーシアのペトロナスツインタワー、最後乗せたと思うんですけども、まさかあんな綺麗に映ってるとは、編集してる時に改めて見て、あ、こんなに綺麗に映ったんだなっていうのを実感しました。で、また夜に問わず昼間もですね、非常に綺麗に撮れるので、割と色がはっきりと出やすくなって見やすくかつ綺麗に出るようになりました。で、次はですね、バッテリーの持ちがすごく良くなりました。前のオズモポケット2は割と撮影してると電池切れが結構多かったんですけども、オズモポケット3になって本体のバッテリーの容量が良くなったと同時に、付属のバッテリーですね。ちょっと持ってきますね。こちらです。この予備バッテリーがあることで非常に撮影がまたしやすくなりました。だいたいこれを使うと 50% まで回復はするので、もし緊急で、うわ、足りないなーって時はこれを挿すと非常に便利です。で、実際これ裏側にC 端子が付いているので、ここからも充電はもちろんできます。単体でもできますし、これを接続して、オズモポケット3自体も充電は可能です。続いてはですね、今も撮影はオズモポケット3でしてるんですけど、美顔効果。これは正直、男の私でもめちゃくちゃいいなと思いました。というのはですね、かなり綺麗に顔が映し出されるっていうので、
例えばちょっと状態が良くない時ですね、体調が悪い時とか、あと今日色ツヤ良くないなっていう時でも補正が入るので非常に綺麗に映し出してくれます。ただね、私がオーストラリアで、はい、これ倒れた時はですね、あんな感じで、まあ顔に出ましたまあ大きく補正はできるわけではないんですけども、ちょっと色白効果が出てくるので、私は日焼け結構してるんですけども、それでもちょっと明るい感じで表現してくれるのが非常に男としては嬉しいです。ということは、そうなるとまあ女性の方はより嬉しいかなと思います。さあ、この動画を見て、じゃあ実際にどっちを買ったらいいんだというのが正直皆さん悩みどころだと思うんですけども、まあ私が個人的におすすめするまあ選び方としては、日常の Vlog とか海外の景色を収めたいな、ただまだ動画を撮ったことがない、まあこれからちょっとやってみたいなって思う方は Osmo Pocket 2で正直十分です。というのも値段がですね、 Osmo Pocket 3と比べるとまあ約半分ぐらいになるんですけども、まあ正直ね、高すぎるんですよね、 Osmo Pocket 3は。私ももう買おうかどうしようか1ヶ月ぐらい悩んで、結局1月に購入したんですけども、価格が高いです。ただその分ですね、まあ先ほど申し上げたように3は3でまた別の良さがあるので、まあもしこれからまあやってみようかな、ただまあ続けるかどうかわかんないなっていう方は Osmo Pocket 2で十分だと思います。じゃあ Osmo Pocket 3はどんな人におすすめなんだいっていうところなんですけども、もうすでに動画とかを撮影していて、例えばなんですけど Osmo Pocket 2を持っていたり、他の機種でも全然構わないんですけど、ちょっとそれに飽きてきたなっていう方、もうちょっといいものを撮りたいな、もっと手軽に撮りたいなっていう方には Osmo Pocket 3が非常におすすめです。まあやはりですね、最新機種というのもあって、まあ色鮮やかに出たり、バッテリーの持ちが良かったり、美顔効果があったり、などなどいろんないい面があります。なので、まあそうですね、値段としては正直、まあ、10万ぐらいにはなってしまうんですけども、買って損はないです。で、最新機種なので、また後継の機種がすぐに出るという点はないです。あと、動画を撮影する機材を持っていない、スマホのみ、だけど、いろいろ撮っていきたい、もうバンバン撮っていきたいっていう人には、Osmo Pocket 3がおすすめです。Osmo Pocket 2安くていいんですけども、やはり、まあいろいろ機能面においては圧倒的に3の方がいいので、これからもバン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 撮っていくぜっていう人は間違いなく、新しい3の方をおすすめします。皆さん、この動画を参考に、まあ、Osmo Pocket 2を買うのか、Osmo Pocket 3を買うのか、ぜひぜひ吟味しながら吟味してみてください。ということで、ご視聴ありがとうございました。この動画良かったよ、役に立ったよという方は高評価。あと何かですね、また Osmo Pocket 2と3について聞きたいなっていう方がいましたら、コメント欄で。そして最後にチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。あと、まあ、Osmo Pocket 2、3についてご質問いただくのは全然いいんですが、あくまでも私素人です。そんなに詳しくないので、専門的なことをちょっとご質問いただいても答えれないかもしれないですけど、その点ご了承ください。それでは、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。